ボブバックランド、ボブバックランド、ボブバックランド、本名、ロバート・ルイス・バックランド、1949年8月14日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー、ミネソタ州プリンストン出身、少年は1949年ともされる。1978年から1983年にかけて、WWF ヘビー級王者として活躍。日本では、 ニューヨークの帝王、超新星などのニックネームで呼ばれた。ノース・ダコタ大学在学時の1971年、NCAA のレスリング選手権で優勝。卒業後、ミネアポリスにて、エディシャーキーのトレーニングを受け、1973年に、海のトライステート地区でデビュー。翌1974年3月、テキサス州アマリロに展示。 地区デビューから1週間後の3月9日にカール・フォン・スタイガーからウエスタン・ステイツヘビー級王座をダッシュする。アマリロではジャンボ・ツルダやスタン・ハンセンと開校し、3人は同じ車で移動していたという。同年7月、アマリロとの定型ルートで全日本プロレスに初来日。外国人選手はミルマス・カラスをエース格にシューターとして知られるダニー・ホッジとボブ・ループも 同時参加していた。以降もウィの主要テリトリーを転戦し、1975年10月には、ジム・バーネットの主催する、ジョージアチャンピオンシップレスリングにて、ジェリー・ブリスコと組んで通る田中ミスター富士から、ジョージアタック王座を奪取。1976年4月23日には、ウィの総本山ミズーリ州セントルイスにて、ハーリーレースを下しミズーリヘビー級王座を獲得。以降、 ロード・アルフレッド・ヘイズ、ロジャー・カービー、キラー・カール・クラップ、オックス・ベーカー、全王者レイスらの挑戦を退け、11月26日に、ジャック・ブリスコに敗れるまで、無異世界王者への登竜門とされた、同王座を保持した、体感中の10月8日には、キール・オーディトリアムにて、テリー・ファンクの無異世界 B 級王座に挑戦している。その後フロリダ地区やアワを経て、 1976年12月7日のテレビマッチより WW、WWWF、後の WWF、現在の WWE に参戦。東部地区での知名度は高くなかったものの、クリーンなイメージの漂うアスリートタイプのバックランドは、かつてのブルーノ・サンマルチノ時代との差別化を図る上で、絶好の選手だった。また、ビンスマクマ・ホンシニアは、サンマルチノや、 ペドロ・モラレスを王者としていた頃のような、イタリア系やプエルトリコ系といった、エスニックグループの観客への意挙から脱げたいと考えており、出自を問わない、オール・アメリカン・ボーイ、ザ・オール、アメリカン・ボーイとして、アメリカ人全体の支持を集めるべく、バックランドは、プロデュースされた。1978年2月20日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、スーパースター・ビリー・グラハムを破り、 wwwf ヘビー級王座を獲得。以降、翌年に wwwf が団体名を wwf に変更し、タイトルも wwf ヘビー級王座と、解消されてからも、ニューヨークの若き帝王として、幾多のチャレンジャーを迎え撃った。wwf 王者時代には、アワ王者ニックボック・ウィンクル。 1979年3月25日、トロント、ウィオージャ・ハーリー・レース。1980年9月22日、ニューヨーク、同年11月7日、セントルイス、ウィオージャ・リック・フレアー。1982年7月4日、アトランタとの王座統一戦も行っている。いずれも引き分け、または反則裁定により、王座は移動せず。 1980年8月9日にシェイスタジアムで開催されたショーダウンアットシェイでは、ペドロ・モラレスと組んでワイルド・サモアンズを破り、WWF タッグ王座も獲得している。WWF と提携していた新日本プロレスには1978年5月に初参戦。以降も WWF 王者として来日し、たびたび防衛戦を行っている。 1979年11月30日に、徳島市立体育館でアントニオ猪木に敗れ一時王座を失っているが、一週間後の12月6日、倉前国技館で行われたリターンマッチの内容、タイガー・ジェット、真の乱入より無効試合裁定を不満としてチョキが王座を返上。12月17日、マディソン・スクエア・ガーデンにてバックランドとボビー・ダンカンとの間で、 王者決定戦が行われ、これに勝利したバックランドが再び、WWF ヘビー級王座に返り咲いた、初期の王座獲得は、現在の WWE の公式記録には、残されていない。1980年5月の新日本、第3回、MSG シリーズへの特別参加では、同月27日に、大阪府立単位区間にて、ダスティローデスを相手に、 WWF 王座を防衛。同年の12月には、チョキとのコンビで、第1回、MSG タックリーグ戦に、出場、決勝で、スタン・ハンセンハルク・ホーガムを破り優勝を果たした。このリーグ戦には、アンドレザ・ジャイアントも参加しており、パートナーは、ザ・ハングマン、5月のローデス戦に続き、アメリカでは見られない、ベビーフェイスのトップ同士の対戦タックマッチながら、実現している。 その後、WWF は、ビンス・マクマ・ホン・ジュニアの身体成果となり、各地の有力選手を、次々と引き抜き全米進行を開始するが、派手さに欠けるバックランドは、全米制覇のトップには不適と判断され、次期王者には、ハルクホーガンを据えることが決まり、1983年12月26日、アイアンシークに敗れ王座転落。5年10ヶ月間にわたって君臨していた。 ニューヨークの帝王の座を降りることになった。王座陥落後もしばらく WWF に残留し、ホーガン、アンドレ、サージェントスローターらと共にベビーフェイス陣営の主力として全米サーキットに合流。ロディ・パイパー、ポール・オーウン・ドーフ、デビット・シュルツなどニューカマーのヒールとも対戦したが、1984年7月に WWF を離脱し、 アワのバーンガニアやンウィのジムクロケとジュニアらが共同で立ち上げた WWF の対抗勢力に参加した。1985年は2月22日にセントポール、4月18日にワシントン DC にてリック・マーテルのアワ世界ヘビー級王座に挑戦している。1986年よりアメリカでは一時セミリタイア状態となるも、 日本には1988年から1991年にかけて第二次ワフやワフインターナショナルに参戦しており、高田信彦とのシングルマッチも3回行われた。1992年末、WWF に復帰。当初は王者時代と同じくベビーフェイスとして活躍し、1993年のロイヤルランブルでは60分以上も戦い抜いたが、 1994年に突如ヒールターンを決行。継承を冠したミスター・ボブ・バックランド、ミスター・ボブ・バックランドを正式なリングネームにして自分への敬意をファンに強要するなど、後のカート・アングルとウィリアム・リールを足して割ったような嫌味で口うるさい紳士ギミックへのキャラクターチェンジを果たした。荒廃したアメリカ文化の強制を図るべくアングルとして、 大統領選挙への出馬を表明したともある。1994年11月23日、ブレットハートを破り11年ぶりに WWF 王者に返り咲く。しかし11月26日の MSG におけるハウスショーでディーゼルにわずか8秒で破れ、文字通りの3日転嫁に終わった。その間、同年8月には当時 WWF と提携していた王にも参戦。 イワン・プトスキーの息子スコット・プトスキーとザ・ウォー・ロードをパートナーに、冬木軍、冬木行動、邪道下道を破り世界6人、タック王座を獲得した。1995年は、ブレッドハートと構想を繰り広げ、4月2日のレッスルマニアクシーでは、ロディ・パイパーを特別レフェリーに迎えてのアイクイットマッチが行われている。7月には王に再来日し、 同月7日の両国国技館大会では、ミルマスカラスジミー・スヌーカと組んで6人タッグマッチに出場。同年下期から1996年にかけては、プレイングマネージャーとして、ディーン・ダグラスやザ・サルタンのセコンドも務めた。WWF 離脱後、1998年と1999年には、バトラーツに来日。 2001年には新日本プロレスへの16年ぶりの参戦が実現。10月8日の東京ドーム大会において、かつてのライバル藤波達治と組んでザファンクスと対戦した。引退後はコネチカット州で建設資材を扱う会社を経営。2007年上期はティネに登場して、アレックス・シェリーとの対立アングルが組まれたが、同年12月10日には、 WWE の RAW 15th Anniversary でのスペシャルバトルロイヤルに出場した。以降も時折 WWE の番組に姿を見せ、2012年7月9日の RAW では久々にリングに上がり、キース・レーターをお箱のチキンウィングフェイスロックでタップアウトさせている。2013年4月、WWE 伝道に迎えられた。 2016年7月からは、バックランド押しとアぐダレンヤングのマネージャーを担当。2018年4月には、ドラディションのドレディション2018バックトゥーザニューヨークツアーに参戦した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。